はい、エンペイチャンネルです。今回はね、車検証のお話になりますので、バイクですよね、 250cc 以上の車検のついたバイクの書類のお話になります。で、当店の方は国からね、認可認証を受けている認証工場になりますので、今ね、特定整備とかまた違う呼び方になってますけれども、まあ昔の言い方で言いますと認証工場になりますので、分解整備とかね、お店の方でできますけれども、車検の方は陸運局の方の検査のラインを通して、陸運局の窓口からね、書類の方をね、いただくようになります。で、これ今日もね、車検の方行ってきたわけなんですが、で、車検を受けますとね、これまでも車検証の方をね、こう新しい車検証になってね、2年ごとに、まあ1年ごとのね、トラックとかもありますけれども、2年ごとにこうピカピカのね、車検証になって、あ、車検受けたんだなという気分になった方もあるかと思いますが、これからね、ちょっと事情が異なってきますのでね、ちょっとお話の方を聞いていただけたらと思います。で、去年の1月ですよね、ちょうど1年ぐらいになりますけれども、車検証のね、様式が変わって、このちっちゃいタイプね、これ今日出たばっかりの車検証になり、今日出たばっかりというのもね、ちょっと意味深でございますけれどもね、これからお話しますが、こういった車検証にね、切り替わってきて、これちっちゃい車検証になってますよね。で、車検ですとか登録するとね、この車検証と、あとこのね、自動車検査証記録事項ね、この車検証の中にどういったものが記載されていますという別紙の紙をね、いただいているかと思います。これまで車検を受けている方はね、で、こっちの紙もね、1年ぐらいでこれは廃止しますとは言ってましたけど、1年過ぎてもやっぱり出てきてますよね。で、このちっちゃい車検証になりますが、まあ前のね、車検証の説明でも、まあいろんな方がね、車検証説明されてますが、ここへね、IC チップが埋め込まれていて、今までのね、記載の内容とは結構省略したね、記載の事項となっています。で、このチップがね、まあどういった役目をしているかと言いますと、このね、車検証にこう書かれていないね、他の事項がこうデータとしてこのね、チップの中に組み込まれていたり、あと大切なのが、車検証ね、車検を更新したね、場合、その更新のね、手続きの情報がこの IC チップへ更新されます。ですのでね、この紙自体は、この自動車検査証と呼ばれるこの紙自体は更新されませんので、使い古したね、古いね、ものをね、お店の方から返されたり、こう継続検査を受けても、まあ旧式のね、旧様式の書類から新しいものになります、この手のね、新しい様式になりますと、こう新品になりますけれども、この様式で、車検のね、手続き出されまして、で、返ってきた書類がなんかこうくすんだ書類だなと思われる方もいらっしゃると思います。ですのでね、この書類自体はね、更新されませんので、古い書類を、古いものをね、ずっとずっと使っていて、チップの中身のね、中だけを更新していくようになりますので、まあこれもエコの一環なのかもしれませんけれども、で、ここからね、ちょっとバイクに関わるお話なんですが、よくね、車載、まあ車検証はね、常時車両をね、運行するときは携帯しておかないねといけないんですが、持っておかないといけないんですが、バイクの中に、ね、積みっぱなしにね、される方もいらっしゃるかと思いますね。で、バイクという特性上、どうしてもね、外から湿気とかね、雨が入ってきたりね、これまでの車検証でも結構傷んでるものが多いんですよね、水吸ったりして。で、中にはね、字が読みにくくなってたりするものもありますが、まあそうしたものでもね、車検の時にまあ新しくなるんだからいいやいうことでね、結構汚い車検証のままもうこうね、車両の方に搭載されている方もいらっしゃると。中にはね、もうのどこに置いたかわからなくなってね、紛失される方もね、ごく稀にいらっしゃいますが、まあそういった感じで、ね、結構雑に扱われることが多いですよね、バイクの場合。まあ車ですとね、車内のダッシュボードの中に入れてたりするので、そうそうね、雨に当たったりいうことはありませんけれども、
まあ、バイクという特性上ね、どうしても汚れやすくなっています。ですので汚れたからね、今度車検の時また新しくなるからいいやとね思ってますと、今度ね車検受けてもなんか汚いまま帰ってきたなということになります。でまあね、もうひょっとしたらねこれもう古いんじゃないかということで、もう破って捨てる方もいらっしゃるかもしれません。でこっちの登録ね、事故のね、記載の書類の方がこう新しくなってますんで、ああこっち積んどけばいいやということでね、こっちを捨ててしまってこっちを取っておかれる方もいらっしゃるかもしれません。で今のね現状でもね、こっちが車検証という認識じゃなくて、こっちがねまあ前の車検証とね同じような大きさになるんで、まあやっぱり大きいものの方がね効力が大きいいうことはないんですけれども、まあそういった風にね感じ取る方もいらっしゃる、中にはねいらっしゃるようで、こっちが検査場じゃないの言われる方もね中にはいらっしゃいます。でこっちの紙はねなくされてもいいんですけれども、こっちはねなくすとまた再交付したりで予防したりね、やっぱりもうなんて書いてあるか見えなくなってくるとね、窓口でも多分言われると思いますよね。こう読むね、表示がもう文字がね読めなくなってくると、これはちょっとね汚れてますので新しいものとね差し替えしてくださいということで、で差し替えする場合ね、これただじゃないんですよね。で窓口の方でも、手数料のね印紙が350円ね、前ですと300円でしたけれども、多分 IC チップが入ったんで50円高くなったのかね、この前あの検査所紛失でちょっと窓口行きました、300円貼っていったらね、ちょっとこれ50円足りませんということで、今まで300円でしたけども350円になってますので、ね、350円必要になってます。有料じゃないとこれがね新しくなりません。でもしねお店にね、こう、まあ、これ汚いんで新しいのに変えてくれないかないうことになったらね、お店もねやっぱり書き物したりね、ちょっと手間賃をいただくようになりますので、350円プラスアルファね手数料がかかってくるわけでございます。ですのでね、できたらねこの車検証の原本、こっちちっちゃい方ですよ、これをね、大切に扱っていただけたらと思います。でバイクに車載する際もね、あんまりこう濡れたりね折り曲げるとね、このチップが入ってるとか折れてしまうとね読み取りできなくなるということをね前から言われておりますので、ここだけは曲げないように、まあちょっと防水のねなんかこう収納するものに入れて、車載することをお勧めします。でこれラミネート、前もねラミネートの件はショート動画か、まあどこか動画でね上げたったと思うんですが、これラミネートするとね、これも IC チップがあるのでラミネートの温度でこの IC チップがね傷んでしまうこともありますので、読み取り不可となってしまう場合もあるので、ラミネートはしないでくださいことは、どっかね書いて、これには書いてなかったので、どっかにね注意書きとして書いてあったと思いますんでね、ラミネートは避けて、このね車検証の方をまあなんとかね綺麗な状態で保つように保管するしていただくことをお願いします。まあ基本的に破れたり汚れたりね傷んでしまって、これをね新しいものと差し替えする以外はずっとねこのね紙とお付き合いするようになりますのでね、できましたらこのね車検証の方をきれいに保管していただくようお願いいたします。ということで、バイクの方はねこの車検証をよく汚しがちですので、できましたらもうきれいにねこの先このちっちゃい車検証は大事に保管していただくようにね、車両に搭載していただくようにお願いします。ということで今回もね、ご視聴ありがとうございました。またねこういったちょっと情報ございましたら動画にしてみたいと思います。